2022年 8.27 東京水道橋後楽園ホールクラッシュ140プレリミナリーファイト開幕です。まずはフェザー級の一戦、天野颯太対ケイトの一戦からお楽しみいただきます。クラッシュオフィシャルルール3分3ラウンド延長なしでプレリミナリーファイトは行われます。ですので引き分けありのルールとなります。そして主な反則技として相手を掴んでの攻撃、これは K-1 ルールでクラッシュルールでは反則となります。クラッシュエヴァンジェリスト石川直樹さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあこの8月のこの暑い中でのコンディショニングということで、このプレリミナリーファイトの選手たちもどれだけ気合が入っているかというところ、注目していきたいところです。まずは赤の髪の毛、赤のグローブ、天野颯太ですが、まあ、先日、ね、K-1 甲子園の2022が行われましたけれども、去年のチャンピオンがこの天野颯太です。これがプロ3戦目。はい、そうですね。石川さん、でももうすでに前回の試合で敗北を喫しまして、そうなんですね、やっぱりこのプロの戦いというものを、ね、感じたところでしょうね。そうですね。まだね、体が、ね、出来上がっていないというところはまだあると思うので、うん、まだ、ね、19歳なので、一戦ごとにどん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 、ね、技術の進化とともに体も、ね、どん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 出来上がってくると思うので、はい、そういう点も、ね、僕は注目します。当然筋肉が変われば動きも変わってやれることっていうのが変わってくるわけですもんね。そうですね。頑丈さだったりパワーだったりですよね。そのスタミナ、パワー、その中でさらに技術をどう磨いてくるか、天野颯太プロ3戦目を迎えています。対するシルバーヘア青のグローブケイトの方は23歳、今年24歳を迎える年、チームオールウィン、アンポルキア選手のところの所属です。 K-1 アマチュアチャレンジで優勝してこのプロに転向してきています。プロ4戦目です。さあ立ち上がりの動きですが、両者どうでしょうね。うん、そうですね。2人とも、天野選手がフットワーク巧みにですね、はい、正面立たずにで、ケイト選手ね、ケイト選手パンチが得意なんですけど、なかなか捉えることができないという感じですよね。右来た、天野の右フックですね。フットワークが巧みですね。フットワークですか。はい、必ず正面にいないで、ケイト選手パンチを当てたいんですけど、はい、当てようとしてももう正面にいないから当てらせしてくれない、うん、でいろんなところからパンチが飛んでくるのが今の、天野選手の動きが功を奏している段階ですよね。1ラウンド中3度のダウンで KO 負けとなる3ノックダウンシステムです。右、もう一つ右が入った。あ、蹴り足を掴んではいけません。さあケイトもこれ一つダウン取られてダメージ気になるところです。右左、そこ左右、天野が当てた。さらに左フック、右のストレートも当てた。あ、確かに、うわ、右だ。ダウンは取られていません。天野選手の気の強さがいいですよね。はい、デビュー戦でもですね、ダウンを取り合って取られての取り合っての最後ね KO 勝ちだったんですけど、そういうところでね気の強さも感じたし、彼のスター性も感じましたね、僕はね。はい、さあここは残り30秒少々、ケイトはちょっと落ち着きたいですね。そうですね、はい、今このランダーしっかり落ち着いてダメージ抜いてもいいですよね。うん、しっかりとここは、いやでも、ね、バックハンドブロー、 こういうケイト選手もね、こういうところでね引かずに倒していくっていうのはね、このフラッシュのリングで求められていること分かってますよね。そうですね、はい、それはプレリミナリーの段階から非常に重視されます。さあ大技も出してくる天野、ボディから上へとケイトパンチつなげていきます。一つダウンを取られましたが、なんとか持ちこたえそうか。このラウンド残り時間わずか、ここで第1ラウンド終了です。第1ラウンド一つダウンを取ったのが天野颯太です。クラッシュ140 2022年8月27日です。さあダウンシーン、この右でした。フットワークが巧みというね、はい、角度を変えながらね、いろんなところからパンチを打ってくるから、それに対して反応できなかったところに2フックをもらってダウンっていう流れでしたね。なるほど、はい、ですからケイトからすると、あれあっちに行ったと思ったらこっちにいるっていうような状況で、そうですね、はい、そしたらまた四角からパンチが飛んできて、はい、というようなね、自分はまっすぐ攻撃に行こうと思ったらいなかった、いなかったところから見えないところでパンチが飛んできたっていう、そういうことでねダウン消しちゃうんですよね。脳が反応できないところっていうのはね、ダメージ、脳がダメージもらっちゃいますからね、はい、そのダメージが2ラウンドどれだけ残るか、そして2ラウンドにそのケイトがね動き慣れてくる部分もあるでしょうから、このあたりでどう変わっていくかです。第2ラウンド挽回が必要なのはこちらシルバーヘアのケイト、赤い髪の毛天野、このままリードを広げていきたいところです。第1ラウンドは1つダウンを取りました。ケイト選手のこのフック、外から来る左フックもねいいタイミングで出てるので、はい、それしっかりね天野選手は警戒してしっかりガードができてるんですけど、うん、被弾する可能性はあります、ね、今のですね、はい、出てますからね。今の危なかったです。左
1つ右、おいい右だ、ケイト。ケイトも倒せるパンチ持ってますね。そうなんですよね、そこのね、あの苦戦となる、パンチ捨てる攻撃があると、その左フックが左右フックですね、当たると思うんですけどね、うん、右ローキックに対して右合わせました青のグローブ、ケイト。さあちょっと天野は少しやりづらくなったでしょうが、この第2ラウンドちょっと展開変わりましたかね。そうですね、ケイト選手がじっくりとしっかりね、無駄にパンチを出さずにプレッシャーをかけるように前進していることによって、ちょっと天野選手がやりにくく、次にフットワークできなくなりますね。やっぱりこう相手の動きにある程度合わせて動いてたんだなっていうのがそれ分かりますね、こうなんですね。そうですね、はい。となるとこのケイトはしっかりと攻撃を絞っていく、厳選していく、そういうラウンドとなっています。そうですね、天野選手のフットワークに付き合ってしまった時とかですけど、このラウンドはしっかりとじっくり見て、自分を軸に自分を中心に戦えてますよね。でも石川さん、やっぱり1ラウンドというのはね、こういろいろ考えることもあったり緊張があったり、難しいラウンドでしょうね。そうですね、はい、自分がねどういうふうに動くかっていうのもね、イメージの中ではできてはいるけど、実際相手が目の前にするとね、ちょっとね変わっちゃったりしますからね、焦っちゃったりもしますからね。想定通りっていうことの方が少ないでしょうからね。そうですね、この中でこういう、はい、いやフィーダーに出すんですね、うん、あのケイト選手のパンチ、それをしっかりとね、天野選手が、ボディーワークフットワーク巧みなんですよね。なるほど、見えてるからこそダウンしないんですね。まあ、膝、左の膝です、天野、 K1 甲子園去年のチャンピオン、60キロのチャンピオンです。左の三日月蹴り、そしてスイッチして左の膝で来ました。ケイトは捉え切った左、ちょっと当たったか、テンプルのあたり、カーフキック、ちょっと足が流れました。動いて動いては天野、コーナー詰まって返します。いいですね、しっかりじりじりまっすぐまっすぐプレッシャーをかけながら行くケイト選手が、はい、それをね、天野選手はそれを捉えられないようにフットワークで、ピザ2人のまっすぐとまっすぐ攻めに行くケイトとフットワーク的な天野っていう展開ですね。ただこのロープ背負うと怖い天野、はい、チャンスがあります。ケイト、右、左、プレッシャーが強いとロープ背負いますからね、天野選手もね、追っていく、追っていく、背中を向けてはいけません。背中を向けた時間が長くなりますとダウンを取られる可能性もあります。プレッシャーは感じているが、右、天野が当てた、いいパンチ当たりましたね。ケイトもフックを振っていきます。さあこのラウンドどうジャッジは見たか。ケイトのプレッシャー結構ね、天野を感じてたようですね。そうですね、1ラウンド目ダウンこそ奪ったものの、2ラウンド目で少しずつですね、天野選手にプレッシャーをかけることによって疲れさせるような展開になりましたね。そうですね、この右フックちょっと浅かった気はしますが、しかし当たってはいるんですよね、当たりが浅いから、ね、何メシまではいけないんですけど、これがもっとですね、天野選手が後半3ラウンド目どんどん疲れてくるとよりダメージは深くなりますからね。ですから天野がこ う, うまくさばいているようにも見えますが、はい、一方で自分からの動きというのはなかなかできなかったラウンドにも見えましたね。そうですね、はい、しっかりだからこの、ケイト選手今セコンドの、ね、アドバイス通りにしっかり受けてるっていう印象なのかな。これに対してどのように天野も対応して第3ラウンドを取ってくるか、はい、ジャッジもよりますが、もし第2ラウンドをケイト有利と見ていれば、この第3ラウンドを戻すとイーブンという判定になってきま す, す、ね、はい、天野選手はもちろん、ね、勝ち逃げするようなタイプはないですからね。そうですね、この3ラウンド目、白熱すると思います。さあ両者倒しに行く、壊しに行く、クラッシュのリングです。第3ラウンド、カーフキックコツコツと当てている、バックスピンキック上段へ行きました。いいですね、ああいうね、大技出せる余裕があるというのがいいですね。あ、なるほど、余裕があるからこそなんですね。そうですね、はい、三日月、それに前に出るケイト、しかし最後ワンツーで終わったのは天野、もう一つ左の三日月、変則的な動きがあります天野です。このラウンドの出だしは天野選手がペース掴んでますね。そうですね、はい、蹴りが増えましたかね、さらにね。そうですね、はい、カーフキックだったり、うん、フットワークに加えて足技が増えましたね、うん、運動量多いですね山田選手は。そうですね、第2ラウンド結構ケイトがプレッシャーかけたんですけれども、スタミナを奪うというところまでにはいかなかったか、ね、これはもしかしたら2ラウンド目と3ラウンドのインターバルに山田選手があの、ね、セコンドの方からアドバイスがあったのかもしれないですね、うん、もう一つカーフキック、このままでペース取られてるぞという、うん、飛び込みの左ジャブ、左ストレートから蹴りまでとこう打ってきます天野です。そこでね、ちゃんとしっかりセコンドの指示通りかもしれないですけど、奮起できるこの天野先生の、天野選手の
動きがフィジカルが素晴らしいですね。そうですね。ケイト捉えきれるか。ケイト選手としてはそうですね、2ランド目とあれ違うぞっていう風に、やりにくくなってますね。あとあの左のジャブいいですね、天野ね。いいですね。前に出ようとするとあの左のジャブきます。そして空を切る、ジャブついてスッとこのポジションからいなくなる。右のパンチ工作、三日月また左のジャブ、左右に動きながらワンツー、近いところ今度は膝、攻撃多彩に散らしてきます。さあケイトはかなり手数が減った、はい、このフットワークがやっぱり、ね、厄介ですよね。捉えたくても追っかけてもどんどんいなくて、ね、ケイト選手でこうですね、近いところロープだったりコーナーで飛ばしたところでまとめ打ちをするっていうのが、その展開をケイト選手が作りたいですね。ラスト1分、まずはプレッシャーかもらいながらでも、ね、こう前出てプレッシャーかけたいんでしょうね。そうですね、フットワークを止める、そうですね、このポジションをしたいですよね、ケイト選手としては。一発はありますケイトです。ダウンにまでつなげられるか。1ラウンドダウン1つ取っているのは天野、左天野も大振りのフック。でこのまだラスト30秒、そうですね、この、ケイト選手のパンチありますからね、はい、さ蹴りも混ぜられるか。ケイト気に入ったらダメですよ、天野選手。さあここは組んではいけない。さあ背中を向けてしまいました。フック力ありますからね、ケイト選手、ね、はい、気に入ったところに当たらないようにしないと。残り10秒、一発当たればというケイト。パンチ見えている、ダッキングでかわした天野、右左前に出る膝、いい膝でしたね。さあケイトがどっちだ。さあ第3ラウンド最後の印象だけで言えばケイトにも見えますが、さあトータルでどういう風にこう、ね、ジャッジが見たか、ね、そうですね、はい、最後まとめたのはケイトでしたが、トータルで序盤支配していたのは天野でもありました。この第3ラウンド判定どうなるか、両者とも最後の1秒まで倒すっていうね、姿勢を貫きましたね。お待たせしました、第1ラウンド1つダウンを取っているのは赤コーナー天野です。ジャッジ豊永29対28、赤天野1ポイント差。ジャッジ山根28対28、ドロー、うん、ジャッジ2ラウンド3ラウンドでしょう。29対28、赤天野、天野颯太が接戦をものにしました。勝者赤コーナー、ダウン一つを取って判定2対0の勝利。天野颯太、ケイトを下してこれでプロ3戦で2勝目を挙げています。やっぱり僅差でしたね。そうですね。うん、でもケイト選手はダウンのポイントはでかいですからね。うん、28対28をつけたジャッジを取りましたけどね。はい。ケイト選手これで連敗してしまったけど、まあ、このね、修正点はまだまだしっかりあると思うので、はい、ここでねしっかりまた上がってくれるケイト選手楽しみですね、うん、はい、一方の天野多彩な動き見せましたね、はい、天野選手はここからですね、やっぱ動き才能もある昨日ハンブルから倒せる力ですね、そこを見つけていくともっとこのクラッシュのリングで人気が出るファイターになると思います。プレリミナリーファイト、まずは19歳の天野颯太が勝利を挙げています。